おはようございます。七尾でございます。はい、今日はね、御嶽山、百名山の3000メートル峰です。今日はね、田の原から登ります。ここはね、12、3年ぶりですね、ここから登ろうとするのは。まあ前もちょっと登れなかったんですけどね、ここまで来て足を痛めたので、でそういうのをリベンジ。2年前はね、ロープウェイの方から、乗ったんですけども、ロープウェイがですね、今日は、天倉 A というのでちょうどいい天気になるだろう思ってきたら、案の定すごいいい天気で、絶好の登山日和です。それではね、スタートです。田の原のこの噴火で、八丁ダルミが登れなかった時に綺麗なトイレとか設備ができていまして、良くなっていますね。御嶽神社鳥居ですから御嶽山、ではスタートです。大滝登山口になるんですね。で、社務所がここに。今日は、田の原駐車場、登り口ですね。登山口、田の原の登山口、登り口のところがちょうど気温5度だったんですよ。まあ、早めに着いて、で、まあ、車の中でちょっと仮眠して待機してたんですけど、毛布とかシュラフなしでは、かなり寒い状態ですね。やっぱり5度なんで、今日はシュラフ持ってきてたんで、それで車ってたんでよかったですけども、駐車場もね、寒さでエンジンかけたままの人も何台かいましたね。今日はいい天気でね、お日さんもだいぶ出てきて、多分これからは気温ちょっと上がっていくと思いますけども、はい、登山道からしばらくは平らななだらかな道だったんですけど、7合目から8合目ぐらいですかね、あるとちょっとこういう岩場の水が流れた、ちょっと登りにくい登山道になりますね。1合目の避難小屋まであと430メートルですね。田の原登山口からは、1360メートル登っていきたいことで、紅葉がちょうど始まりだしていい感じですね。黄色がいい時に来れました。やっぱり標高の高い山はね、登り始めからなかなか厳しいですね、足の負担が。若い時はね、そんなに思わなかったんですけど、やっぱり年取ってくると違いはすごくわかりますね。もうゆっくり歩くしかないんですけどね。
私の場合は、はい、今日は京都東から名神に乗って、中央道入って中津川で高速降りて、まあ、19号線でそして19号途中で大滝村方面曲がってきたんですけど、なんか前来た時に比べてなんかすごい時間かかって、こんな田の原くんの大変やったかなと思ってね、思いましたね。今日走ってきたら、一昨年あのロープウェイの方から登った時はロープウェイ行くまでの道はね広くて、まあ広い道だったんで、そんな険しい道は一つもなかったんで、割と距離もそんな遠く感じなかったんで楽勝だったんですけど、やっぱりこっちの田の原よりかロープウェイからの方が、ロープウェイからの方が、ね、行きやすいのは行きやすいですね。上に見えてるのは大滝頂上ですかね。で、あれを越えると八丁だるみ入ってで剣ヶ峰になるんですけども、ずっとあそこまでだったんですね、行けるのが。で、今年から噴火以来の開放ということで行けるようになったんですけど、
9合目上の避難小屋、もうすぐなんですけども、ちょっとだいぶ汗かいたんで、ちょっと休憩して、着替えて、そしてヘルメット着用しました。頂上へ400メートル、頂上へでも大滝頂上でしょうけど、